ャレンジね。オープンロード、トラフィックコーンを5回破壊する。これからやろうよ。とりあえずね、1ポイントな。まあ知らないか。何これ、マシンコレクション。おー、何これ。まあいいや、なんじゃそりゃ。じゃあ、何これ。ちょっと待って待って、これなんか急に入ったやん。で、撮れ、写真を。写真はとりあえず撮っとくと。はい。飲んでから。なんつったっけ、トラフィックコーンを破壊せっつった？ちょっと待って。トラフィック5回破壊する。はい、トラフィックコーンな。まあちょっとさ、いろいろ調べつつ、せこいけどさ、せこいしやり方するけどさ、ちょっと待って。まあいろいろ調べようよ。調べながらやらんとの。これな。はいよ。はいよ。よし。トラフィックコーンを5回破壊するね。はい、クリアクリア。OK ですと。なんだよな、この人は。やったら頑張るけどさ。まあ、ええか。ほっとくかね。ちょっと試しにさ、
ほんで。OK で。写真撮ったけど、あの車も俺撮ってんねんな、確かな。コンボイはどうって言われたけど、コンボイってさっぱりわからんだよね。パーティーに招待したら知らんがね。わーって言ってたな。よいしょ。次もやっちゃうか、ついでに、もしかして。やっちゃうって話か？次のもやっちゃうか。ちょっと待てよ。コッパーキャニオンで8ドリフトスキルを獲得する。コッパーキャニオンってどこや？コッパーキャニオン。コッパーキャニオン。バーキャニオン。コッパーキャニオンってどこだいな、これか。8ドリフトスキル。よいしょ。ちょっと車を変えてさ。パーキャニオンで8ドリフトスキル。移動すんのがさ、面倒だよな。でもすごいね、おい。すごいな、マジで運転してるような錯覚になるっちゃなるもんな。危ない。すごいね。あかん、いってー、ひどいね。危ない。正面衝突やん。ひどいね。
死んでるで、普通に。パーキャニオンでドリフトスキルを8回。パーキャニオン、遠いよな。あの鉄道のあるとこだよね。忙しいね、おい。危ない危ない危ない、ちょっと待って。もうこの辺やんな、コッパーキャニオン。この辺でいるで、意外としてしもたね。意味が違うのかな、もしかして。パーキャニオンで8ドリフトスキルを獲得する。クリアしちゃったね。じゃあ、ええか。デイリーチャレンジ2つ、トラフィックコーンとドリフトね。はいはい、じゃあ終わり終わり。